が青春時代に戻りましょう。いや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 、千田雅穂ですよ。第二のふるさと新潟の皆さん、悩みも現実的な苦難もたくさんおありになるでしょうね、でもね、一つ一つなんです。大きく見ちゃダメ、もう一つ一つに投げちゃうね。で、目の前の一つを乗り越えましょう。これでもう大丈夫ね。一つ一つ、今日は一つ、明日も一つね、こうやって乗り越えていきましょう。私も日曜日夜8時に FM 新潟でおしゃべりしています。千田雅穂の笑顔の真ん中に With ブルボンという番組なんですが、お便りくださいね。昔のようにさまざまな歌手の皆さんにいろいろと突っ込んでます。日曜日夜8時 FM 新潟です。千田雅穂がしゃべってます。週刊アコイクラブ、毎週日曜日深夜0時、アコイの世界にタイムスリップ。芥川賞作家藤沢修斗、最終週には私テニーテレビ新潟アナウンサー堀井俊彦も乱入。 DJ 若が番組を進めていきます。番組主催のライブ情報もいち早くお届け、ぜひお聞きください。小山君堂です。梅田彩香です。毎週日曜日午後1時から放送している日本郵政グループゆうちょプレゼンツジャパモン JPN47、 毎週日本のいい人いいものたくさんご紹介していきます。ところで梅田さん、はい、一番好きな数字は何ですか？数字3。ジャパモン JPN47。 日中は暖房を切ることにした。そして重ね着をしてモコモコのソックスを履くことにした。すると少し寒さと付き合いませんか？始めよう節電、民放連です。We play all different styles of music from all over the world, all to the latest. Big Special.
Thank you.
出中のアルバムからのタイトルトラック、ブームでした。マイヤ・ヒラサワは来年7月25日にニューアルバムのリリースも決まっています。こちらも楽しみに待ちたいと思います。この後はツーリストコネクションです。この時間はツーリストコネクション。毎週全道の観光に携わっている方に電話をつないで各エリアの名産やイベントなどをお伺いしていますが、今週は3人でお送りしていきます。今日はですね、この年末年始のイベントについて紹介したいと思います。コウタさん、ザキさんは2人は年末年始どんな風に過ごすんですか？
this fool and boy is